こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は国際市場にいます。韓国のプサンタワーです。国際市場で会いましょうという映画を見て感動しまして、どんな素晴らしい市場なのかと思い、国際市場にやってまいりました。時刻は6時半。この時間になるとかなりもう店は閉まってます。国際通り、これがアリラン通りですかね。もうかなり店も閉まってます。ここはカバン屋さんです。素敵なカバンが多いです。あ、ここには日本語が見えます。ケンチャンカレーと書いてますね。韓国でもカレーは人気のようです。高麗食品さんですね。ケンチャンカレー、ちょっとメニューを見てみます。7000ウォン、9000ウォン、8500ウォンでカツと卵がついてるようです。あ、カレーうどん美味しそうですね。これがケンちゃんカレーの大将と奥さんだと思われます。なかなか面白いです。あ、だんだん店が閉まっていく状況もなかなか面白いですね。韓国といえばデザートですね。いろんなスイーツがありますが、ここもハイカップグロチェリーストア、中の人が美味しそうな感じで作ってます。あ、韓国アイドルですかね。素敵ですね。招き猫もたくさんいます。あ、素敵ですね。ソウルも素敵ですが、釜山も素敵です。タコとかカニが美味しいということなので、また、あ、バイクで屋台が走ってます。懐かしいですね、この雰囲気。あ、今日は12月28日です。サンタクロースがビルを登ろうとしています。この雰囲気いいですね。道路に露店が出てます。素晴らしい雰囲気です。素敵な夜が始まりそうです。今日は夜の釜山をご紹介いたしました。またいろいろアップしたいと思います。よろしくお願いします。